は、えー、はい、い、えー、の沢です。す。おはようございます、えー、またヒゲ剃ってない、えー。今日一日、ね、あのー、今日お休み日曜日なのですけれども、えー、お仕事です、えー。今年はね、日曜日ぐらい休めるかなと思ったんですけど、やっぱり案の定だめ <laughs> ですね、間に合わないんで、今日も一生懸命お仕事をいたします、えー。それで昨日ね、まあ、頭がまたいっぱいになってくるとね、ストレス解消で、うまくやりたくなるんですね。 えー、で、えー、何度やってましてね、あデ、の、ィーリップアップルのライ,ブライブバージョンのバーンです。えー、であのいつものようにあのコメントありがとうございます。里白さん、えー、大内隆さん、えー、佐,佐藤慎一郎さん、えー、コメントありがとうございました。 それからね、また、さらにそれでもまだ、まだ聞たりなくて、えっ、ー、と、こっちはね、えっ、ー、と、再生ディープアップルのノッキングあと at your back d ですね。えっ、ー、と、コメントありがとうございました。ミスタージョンキー thank you very much. それから、サトシスラさん、ありがとうございました。お褒めの言葉、株の褒めの言葉いただきまして、ありがとうございました。さて、それでですね、あのー、 昨日ね、音変わってたと思います。えー、と私は、ね、ボックスのね、えー、バルブエナジーを使ってるんです。えー、これだったらアンプっぽいような音が出て、それであのアンプあの、スピーカー通さなくても、それっぽい歪み音が出るもんですんで、愛用してるんですけれども、えー、とここのところずっとね、この左側の方の黄色っぽいやつですね、ゴールドのやつ、えー、カッパーヘッドドライブっていうのをずっと使ってきたんですよ。 でシルクドライブも持ってるんですけど、こっちはあの、銀の方ですね、シルバーの方はシルクドライブというもので、こっちはどっちかってとあの、えー、クランチ気味のやつ、軽めの歪みとかあの時に使って、えー、ハードロックやるときはあのカッパーヘッドを使ったんですが、どうもね、あの自分の動画見てて、なんか音がしょぼいんだよね、まあ、それはあの本物のマーシャルみたいな音が出るはずがないのですけれども、なんかこうね、えっ、ー、と、 コンプレッサー通してみたいなキンキンとした音で,でなんか張りがないんだよなと思ってたんですよそれ試しにね昨日、えー、とシルクドライブの方に切り替えてですねこのシルバーの方ですけどもで設定はですねベースミドルトレブルそれぞれ12時方向 えですねえー、フラットにして、えー、それからゲインをです、ね、フルに5時方向です目いっぱいゲインを上げてでブライトスイッチをオン。 にします、えー、そうするとあの音が出て、えー、あっちの方がより破壊的な音ですね、リチの場合はですね、あのハードロックと言いつつも、そんなに歪ませた音は使ってないので、カッパーヘッドよりはですねシルクドライブの方がらしい音が出るみたいです。えー、で、弦を5時方向にしておくとですね、あの歯空間の性質で、えー、と歪むときは思いっきり歪むんですけども、 えー、ボリュームをですねコントロールを4か5ぐらいに半分ぐらいにするとですね、えー、とそんなに沈まない音が出てくれるので、えー、とあのちょうどリッチがあのマーシャルの100ワット200ワット通した時のあんなニュアンスがに近いものが出せるんじゃないかなと思いました、えーえー、とリッチの時は今度はやっぱりシルクドライブですね。 えー、それとねやっぱり安いギターの方がねあの破壊力があります。あのえー、上等なあのギターは、ね なクリントーンとかだといいんだと思うんだけどあのハードロックみたいなね歪んだようなのをやろうとするとねむしろあのー、私が普段使ってるスクワイヤですねあれ3万円しないようなやつなんですけどもあっちの方がねソルポートが出ると思います、えー、ましてやオールドギターとかってのは私買う気もないしそんな余裕もないんですけどオールドギターはねもっとクリントーンでなんか こうやるときにはオールドギターとってもいいんだと思うんですけどもあの少なくともリッチーの曲をやるときていうのは、えー、必要ないです、<laughs> 必要ないいですあのだいたいリッチーご本人もオールドギターなんて使ってるのを見たことないですね普通の,のノーマル、えー、フェンダーでまあ、あちこちあの自分なりのこう工夫というか改造してはいますけれどもあスキャルプトになったりとかね基本的にあの人オールドに対しては全然あの関心がないみたいです。 えというふうなことで、ですねセルクドライブに切り替えたら、あんな音になりましたというお話でした。ただそういうことで、一生懸命お仕事頑張ります。それじゃあ、またお会いいたしましょう。